第3局振り返りたいって、あの途中までまあ差しやすいところから負けてるダメにされたっていう話されましたけど、その、まあ、反省してみて、振り返ってみていかがでしょう。あ、そうですね、まあ、まあ判断が難しい将棋ではあったんですけど、まあちょっと中終盤で、まあ丁寧さを欠いてしまったところがあったので、まあそのあたり、はい。まあそのあたりが、はい、敗因になってしまったという一局でしたね、はい。で今回あの前乗りされているっていうことだったんですけど、ね、はい、はい、昨日はどんな風に過ごされたんですか。あ、まあ特にそうですね、変わりなくというか、まあそうですね、まあ今別にどこにいてもその研究なんかはできる時代なんで、うん、はい、まあ。まあ、早くは来てはいたんですけども、過ごし方としてはそんなに変わらず、自宅にいるのとあんまり変わらずというか、はい。あ、どっか行きたいところがあったというよりは、早めに来て、ちょっと落ち着い、早めに落ち着いておこうかという、どういった狙いで、はい、はい。まあ、そうですね、ちょっと気分を変えてというか、はい。まあ、そういう感じなところはありました、はい。今でもタイトル戦でも、時々そういうことを やられてたんですか、ね、まあ、やってましたね、はい。でこちら来てみて、あのこちらのタイトル戦でここ使われたことあるようなんですけども、多分初めてだと思いますけど、はい、印象はいかがですか。そうですね、まあ、山口県の中ではこの辺りのに来るのは初めてだったので、そうですね、あの、まあ、まだこの辺りそうですね、すごい散策したわけではないんですけども、あのこちらはやっぱ非常にお庭が綺麗で印象的ですかね。まあ明日から天気もいいので、非常にいい景色を眺めながら指すことができるかなと思います。あと先ほどちょっと暑さも気にされてましたけど、まあ、明日明後日ちょっと暑そうですけど、何か暑さ対策みたいなことは考えてますか。はい、そうですね、いや、まあやっぱりそうですね、局が進むにつれてどうしても暑くなっていくんで、人生の場合そうですね、4月だとまだ肌寒いところもあるんですけども、まあそうですね、なんか羽織脱いだりとかして、うん、あとはまあ部屋の気温、部屋の温度とかで調整して、はい、やっていこうかなとは思ってます、はい。あと今のこ、2勝1敗ということですけども、あの明日のからの対局に向けての意気込みをお聞かせください。あ、はい、まあ、4局目ということで、ここからそうですね、中盤戦から終盤戦っていうやっぱ大事なところになってくるので、はい、まあ、前局は負けてしまったんですけど、まあ、またここからそうですね、気分を変えてやっていきたいなという感じで思ってます、はい、ありがとうございます。第3局から1週間ちょっと経ちましたけども、第3局あの戦う前にあの、まあ、流れをとか気分を変えられればっていう話だったんですけども、はい、まあ勝たれてそのあたりはいかがだったでしょうか。そうですね、まあこう苦しい場面が多い将棋でしたが、まあそのきっかけといいますか、まあ終盤戦で、まあ自分なりにこう思う将棋にできたというところはありましたので、一つ変化といいますか、うん、自分の中では変わる流れが変わっていけるようにと、はい、思っています。で第3局から1週間ちょっとの間どのように過ごされてたでしょうか。そうですね、まあこうなんと言いますか、自身ではそんなつもりはなかったですが、やはり1局目2局目と落としていたのでだいぶ気を落としていたところあると思うので、まあ第3局終わってからまあそれに気づいて、まあちょっとこう気持ち的にまあリフレッシュと言いますか、まあやることはやっぱり変わらず、はい、研究するばかりでしたけれども、はい、その研究への、望むにあたって、まあこう気持ちを前向きに、はい、取り組んでいたかなと思います。研究している時のなんかそのなんか自分が違うなというなんか思うところが実際あるってことなんですか。そうですね、例えばもうなんかこうまあこう研究していましても、なんかこう根を詰めすぎるとなんか体
がどうかわからないですけど、まあちょっと結構肩が凝ったり腰が凝ったりしてるなと、気づけるようになったというか、そういう、はい、余裕が出てきたかなというので、まあだから、どんな時でも結構体操したり、はい、体を動かすように、まあ、外に出たりっていう回数が増えたので、やはり2日制の対局をやってみて、結構2日目に体に負担がかかってるような、まあ対局には影響ない程度ですけど、あとで結構ダメージが来るとか言ったらちょっと年齢がどうかって言われそうなんですけど、はい、まあそういうふうに、まあ盤上以外のことを、はい、気にするようになってきたので、まあいい傾向なのかなと思っています。今回山口での対局ですけど、今まで山口に来られたことはありますか？奨励会の頃に、まあちょっと将棋の、まあ何と言うんでしょうか、研究会といいますか、まあこう奨励会の、年齢が近い人に山口の人がいたので、はい、まあちょっとこう勉強で来たことはあったんですが、もう15年6年ぐらい前なので、まあほとんど初めてに近いのかなと思います。じゃあ実際来てみていかが、印象はいかがでしょうか？やはりまあこう歴史のある町ですし、まあ、特にこちらの山水園様が、本当にこう長い歴史を持たれていて、もう、まあこう入り口ではまあ社内からでしたけれども、まあ実際こう入ってみて、まあ荘厳な雰囲気といいますか、気持ちが引き締まる、はい、思いですね。こういった庭を見ながら指したことってありますか？タイトル戦で、そうですね、まあでもこのような広い庭園をこう見渡せる対局場となりますと、なかなか、はい、ないことなので、まあ本当にありがたいことですし、まあ対局にも一層、はい、気持ちが入りそうかなと思っています。はい、あとは、明日では明日からの、今一緒に入って一緒を返したところですけども、明日からの対局への意気込みをお聞かせください。はい、まあ、第3局はこう白星を挙げることはできましたが、まあ、それも苦しい場面が多い将棋でしたので、まあ、第4局では、こうなるべくこう主導権を取れる将棋といいますか、まあ、どうなるか分かりませんが、前向きな戦いを、はい、できるように戦っていきたいと思っています。はい、ありがとうございます。